この選手は四大陸選手権第1回大会で銀メダルを獲得しました。今年の全米選手権では8位という成績です。ですからテイスティーさっていうか味という点ではね、非常に大人の味を出しますけど、いい、そうジャンプの確実性っていうのがちょっとこう今のところ落ちてきてるのかなっていう。本当はこれはトリプルトリプルなんですよね、トリプルトートリプルトーなんですけども、はい、今のダブル、最初ダブルになってしまいましたよね。後ろはトリプルでしたけど、音楽はボーカル入りは許されていませんが、こういうものはいいんですね。スキャットみたいなのはいいんですね。でもここまで行くとちょっと減点されてもしょうがないんじゃないかなと思いますけどね。ずっと始めから終わりまで出ますよね。アメリカのアンバー・コーエン、24歳の演技でした。今シーズンは京都で行われた NHK 杯で来日しています。そこでは8位という成績でした。